コーチングビジネス講座っていうふうに言ってる、ね、そういう関係で言ってるので、あえてビジネスのゴールについてっていうことでお話をしてみようかなと。で、まあ、スコートマの原理で言うと、お金儲けとかっていうことでロックオンするとなかなかスコートマが強くなって、実はそのビジネスのゴールっていうのはうまく設定できなかったりするんですよね。だから逆に、トマウチ博士も言ってるように、もう全然お金関係ない趣味のゴールをまず考えてみましょうということで、視点をずらすことによってスコートマを外していくっていうことをもちろん、散々やってると思います、皆さんも。で、今日はあえてそのビジネスのゴールのど真ん中についてお話をしてみようかなと思ってます。で、まあ自分もですね、まあ、経営コンサルも長くやってきたこともあり、経営者からの問い合わせもたくさんいただいて、いわゆるこうエグゼクティブコーチング、ビジネスコーチングもやってきてるんですけれども、ビジネスはですね、なかなか一概にはこれがいいとかっていうことはなかなか言えないですけれども、一つ見えてきてるのは、ですね、どんなにうまくいってる経営者の方々のその、なんていうの、状況を見てもですね、最近のビジネス環境はあまりにも激変ですよね。その環境はどんどん変わってるので、大手であってもうまくいってる、まあ、ベンチャー立ち上げて結構うまくやってるぞという方も、経営者もですね、話を聞いてみると常に不安の中にいると。もう来年どうなるか分かんない、究極言うともう3ヶ月後、半年後どうなってるか分かんないと。たまたまうまくやってるベンチャーの企業の経営者がいるんですけど、まだ仲良くさせていただいてますけど。そういう方がですね、結構うまくいってるよって言いながら、どうもなんか違うなと思って、いろいろじっくり話聞いてみると、もううまくいってるんですよ。数字的には右肩上がり伸びてるんだけど、いつやられるか分かんないという恐怖で夜も眠れないって、これってあんまりハッピーじゃないですよね。だからいかに、まあ、差別化をして、まあ、昔で言うと、ずいぶん昔ですけれども、もう2000年何年かに流行ったようなブルーオーシャン、レッドオーシャンみたいな、まあ、ブルーオーシャンっていうのは誰も敵がいない青い海に乗り出そうみたいなことですよね。で、レッドオーシャンっていうのは、まあ、いわゆる血の海というか、もう戦いながら利益も出なくてビジネスがなかなかうまくいかない、そういうところに突っ込むではなく、本当にオンリーワンの価値が提供できるものを作っていきましょうという考え方はもちろんあるんだけれども、まあ、これは逆に言うと後付けの考え方っていうふうに考えた方がよくて、やっぱりもう完全に差別化で乗り込んでてうまくいったと思った瞬間にそれを嗅ぎつけて、やっぱり、大手が乗り出してきたら、もう大手が一気に資本力とかですね、そういう技術力、そういうマンパワーを使ってもうマーケットごと持っていっちゃうってことはよくあるわけであって、ベンチャーがうまくいったとしても常にそういう不安の中にいるわけですね。じゃあビジネスのゴールってじゃあどういうふうに考えればいいかっていうことですよね。それは、最近いろいろ見て分かってて、まあ、自分もそういう感覚で今やってはいるんですけど、やはりですね、自分の自社の利益だけを追い求めるようなビジネスはやっぱり長続きしないかなっていうところが見えてきてます。それはいわゆるゴーイングコンサーンといって、利益を出し続けないとやっぱり企業経営っていうのは成り立たないわけですから、売上利益っていうのはずっとこう稼ぎ続けて、継続性があって初めてビジネスというふうに、言えるわけですから、もちろんその売上利益は成り立たなければもう終わってしまうわけですから、とは言いつつも、その利益、売上その利益というものを自社のためだけにやるという最初の設計があると、仮にうまくいったとしてもどっかで崩れちゃうっていうことを、散々見てきてますんで。ここですね、ポイントは。今日はそのこのビジネスのゴールについて、話をするという意味では、まあ、すごく対極的に聞こえるかもしれないですけれども、抽象度を上げるという言い方もできるかもしれませんけれども、お金の稼ぎ方を考えるというよりも、自分の利益のためにやるビジネスではなくて、いかに社会のために役に立つ機能を提供するかっていうところから始めるビジネスのゴールというものを考えて、水いいんじゃないかなと思ってます。これ一番最初からスタートするところから始めるってことですね。途中でやろうとしてもなかなかうまくいかなかったりしますんで、これからまさに独立企業か仕掛けようとしてる方はもちろんそこで考えていただきたいし、企業の中で新しいビジネスを、新規事業とか新規ビジネスモデルを作っていくぞっていう、
担当の方もそうですし、そこは一番最初からですね、そういう設計をするってことですね。自社のため、自分の利益のためだけのビジネスモデルはどっかで、まあ、マインド的にもですね、崩れやすいと。で、社会にこういう役に立つというような価値を提供する。真の価値を提供する。お客様側から見たら、もしくは社会から見たら、これは素晴らしい、これは役に立つよっていうものをいかに提供できるかというところから始め、でその対価としてお金をいただく、でそれが回ってその売上利益になっていくというモデルを最初から考えるということですね。ビジネスのゴールという言い方でテーマとしてお話をしてるんですけれども、逆説的ですけれども、変な言い方かもしれないですけど、お金稼ぎじゃないビジネスを考えるということですね。稼ぎ方じゃないんですよね。でどれだけ売上利益が上がったらこんなにいろんなことができるぞっていう考え方ではなく、初めから世の中に対してどのような機能を提供できるんだろう、役に立つ機能を提供できるんだろうかというところからスタートしてビジネスを設計していくということですね。そこがやっぱり究極のところかなというふうに考えてます。どうしてもそうは言ってもやっぱり売り上げ立たなきゃいけない、利益も獲得しなきゃいけないから、そんなこと言ってられないよねっていう声も聞こえてくるかもしれませんけど、そうではなくて、もう最初からですね、抽象度を本当に高めて社会に優れた価値を提供できるか、そこが最終的には差別化になり、オンリーワンの価値になりというところに結びついてくると思いますので、ぜひそこはもう一度ですね、ビジネスゴールというものを考える場合にぜひ押さえておいていただければいいんじゃないかなと。これはですね、本当に、自分の周りもそうですし、そのベンチャーだけじゃなくて、結構大手の企業の経営者の方の話を聞いてても、究極はやっぱりそこにたどり着いてるんじゃないかなというふうに思います。とはいつもやっぱり大企業に、はこうしのぎを削って、利益が出ないような価格競争みたいなところに陥っているところも非常に多いんですけれども、最近で言うとやっぱり国内のパソコン市場なんかもほとんど利益が出なくて、撤退だとかですね、統合だとかされてますけれども、そういったところに最初から陥らない設計をしていくっていうことで、ぜひ考えてみるといいんじゃないか。キーワードとしては表向きのキーワードとしてはやっぱり差別化とかで、オンリーワンの価値を提供できるとか、そういうところにもちろんなってくるんですけど、ニッチを狙っていった方がいいんじゃないかとか、いろいろそういうテクニカルなところあるんですけども、ベースとして考える部分では、抽象の高いゴール、ビジネスの抽象の高いゴールというのを、突き詰めて考えると、いかに世の中に役に立つ機能を提供できるかというところに、今一度戻って考えてみる。でこれからビジネスを立ち上げるという方は、そこをしっかりと押さえた上で、差別化のポイントなんだろう、オンリーワンの価値をどうやって提供できるんだろうということをこうきちんと押さえていくというような考え方で、いくといいんじゃないかなと。これはゴールの抽象度を上げていくということでも、コーチング理論では説明できますけれども、ビジネスにおいては非常に重要なところかなと思ってますので、今一度、今もうゴールを設定している方は、ぜひですね、そこを再確認して、見ていただけるといいんじゃないかなと思います。今日は以上です。ありがとうございました。